皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年9月の7日、20時59分、今日インターネット記事でちょっと、良い内容を見ましたので、グレイの皆さんへメッセージ、発信したいなと思います。あのインターネット記事なんですけども、もしかしたらもうちょっと前にも見たかもしれないんですけども、グレイのテルさん、髪の毛染めていない、黒髪のバージョン、他の、この間はグレイの皆さんやバンポブチキンの皆さんなどへのメッセージで、ちょっと僕の方の失敗も含まれてるんですけども、あとは大二郎さんでしたよね。テルさんと拓郎さんと久志さんと大二郎さん、そう、ちょっと思い出せました。ちょっとね、今日はね、だいぶ、気持ちがね、もうガクッときて、もうバタッとこう家の中でちょっと倒れてましたね。高等裁判所まで上げた内容を棄却されて、で、ホームページ淡井圭介の履歴の、315番あたりから裁判内容とか記載してますし、精神病院のね、その302番の件とかは、それは事実ですんで、この国のその闇の部分というか、そういったところにも、触れているその精神病院のシステムについてですね、だから、それは裁判所で公になって、で世間に全てのニュースがもしさらけ出されたら、警察官という存在が皆さんから見ると、怖い存在として見られる形になりますね。それはもう致し方がない。そこを着手しなかったら無理だったんですけども、自然再生可能エネルギーの私の考え出した河川水門外壁ダム発電や地下水流トンネル発電、鎌田発電についてはね、裁判の内容で、運動部のある高校大学で鎌田発電を行ってもらって、エネルギーの残存量もない、石油とかガスのね、あんまりないんですよ、石炭にしても。ある国は採掘可能なところの範囲を広げて、数字年数の経過とともに技術的採掘可能埋蔵量増えてますけども、ほとんど国は減ってるんですよね。で、ひどい国はずっと数字が横ばいで、これ計算してなかっただけなんじゃないですかと、採掘した分引いてますかと、そういう話をね、安倍政権の時に頼んで国連で集計していただいて、2019年までね、石油の採掘可能、技術的に採掘可能埋蔵量69年分だったんですよ。それが2020年のインターネットのデータでは、国連経由ですから、世界中の集計を集めてくるから、やっぱり年数がね、何年か遅れるんですよ。53.5 年分に変わったんですよ、2020年のデータ。だから計算しなかったところを引き算してそうなったのか、だから詳細はね、しっかりした内容とか明かされてないんで、ニュースを拾い上げても断片的な内容なんでね、それは、日本のエネルギー庁を、エネルギー庁っていう庁があるんですよ。各省庁の庁。そこの人ならわかるかもしれないんですけども、けど世代交代とかもありますから、なぜそこまで数字が減ったのか、インターネット上では2020年の、そのデータがそういう形になってるんですよね。で、世界国税税、こちらも国連の発表のデータなんですけども、2019年は69年分だったんですよね。ガスに関してはもう残り50年分ないんですよね。新しく掘り続けてるんですけども、消費の量がね、毎年基本的には増えてるんですよ。この長い年月の間でね、1970年代と発展途上国は先進諸国はもうしてますから、ずいぶん前からですよ。例えばケニアのマサイ族って聞いたことあると思うんですよ。僕たちがこの子供の頃とかって、その民族衣装を着られていて、こう大草原のイメージがあるじゃないですか。だけども、もう10年以上前からだと思いますよ。10年以上前からマサイ族の人も、あれは観光客用の衣装であって、
普段は普通の服着ていて、スマートフォンでしたから、スマートフォンは国連の集計のその世界国税税で、2019年ほどぐらいの頃かな。まあ、一冊ね、まあ、こういったものなんですけど、消費税込みで3000円ぐらいするんですよ。だから高いから、コピー、図書館でね、コピーして、まあ、こういうふうな形でね、例えば工業だったら工業で、まあ、こういうふうな形で自分でコピーして、印刷すれば、まあ、重要なところを大体押さえていれば1500円ぐらいで済むかなと、まあ、そういうふうな形でね、まあ、いろんな国の貿易収入とかね、日本だけじゃなくて、まあ、こういうふうなところを見てもね、しっかりと映ってるかな。まあ、ここ、ザンビアって書いてるんですけどね、こちらは、タンザニアとかね、まあ、これね、結局金属とかの採掘地点とか、その電気自動車化に向けて、いろいろ調べなきゃならないこととかがあるんですよね。で、自然再生可能エネルギーの、その私のね、考えてた内容のものも、まるっきり棄却されてるから、将来の出口が見当たらないんですよ。本当は25年前から始めていればよかった。ただしその頃は日本の法律で、電気を個人で売るっていうことができなかった。だけども東日本大震災の後、太陽光パネルとか政府が、売電価格、1キロワットあたり40円でしたっけ、まあ、かなり高い値段で買い取ってたんですよ。で、それで一気に投資し、いろんな方たちが投資して、で、一応太陽光パネルある程度広まったんですけども、その金額は我々消費者に跳ね返ってくるから、これぐらいの金額まで下げてもらわないと無理ですっていうことで、政府は徐々に値段を下げていったと。こういうことなんですよ。で、もちろん政府主導で新しい法律、その太陽光パネルの設置用で、その屋根の上を明け渡しなさいというような法律だとか、まあ、湖、ダム、まあ、ダムイコール湖なんですけどね、ダムの名称と湖の名称があるんですよ。湖があるからダムがあると考えてください。だからダムに別の名称があって、湖は湖で別の名称があるんですよ。同じところにね。で、そこに浮体式の太陽光パネルとかも敷き詰めてと。それ、そこまでできたら、まあ、自然再生可能エネルギーの内容とかで、そのニュースを見ていたら、例えばゴールデンウィーク、工場が止まっている、ある程度の、電力はほとんど自然再生可能エネルギーで賄えていたと。日中に関して。まあそういうデータも愛知県の一部の地域で上がってきています。ゴールデンウィーク80%何が自然再生可能エネルギー。だけども、通常時はそうじゃない。全体で見ると日本は年間で今 17% の電力は自然再生可能エネルギーなのであって、これを電気自動車化することによって、で、その電力を賄えるかって言ったら、太陽光パネルは屋根の上がガラ空きですからね、片っ端から設置して、高架とかの鉄道とか高速道路の横の壁面のところとかね、ビルの、壁面でも、例えば正直価値なんかなかなかないでしょう。で、消防車のはしご車もなかなか出動することなんかないんですよ。だから、消防車はもともと近隣のところで手空いてる時にはしご車使って太陽光パネルを設置したりとかね、工夫したらいくらでもどうとでもなるんですよ。その僕の河川水門開閉式ダム発電とかが結局雨の日に電力を補うものであって安定性を生み出してくると。で、自然再生可能エネルギーとかの余った電力が発生しているときに、まあ原発も稼働しますからね。そのときにマグマ発電用の穴を掘ったりだとか、まあ今だったらリニアモーターか、つまり、まあ新幹線のその磁力、まあまあ新幹線のよりももっと速いリニアモーターカーのトンネル工事も余った時のね、電力を使用して穴掘ればよかったっていう話なんですよ。そうじゃなかったら火力発電所とかガスとか大部分使用してたじゃないですか。その原発が停止 していた時にね。で、東京なんか計画停電とかされてたじゃないですか。だからまあ、
ちょっとね、僕もね、その河川水門開式ダム発電とかいろんなことが進めれなくなってるのと、その結局、何かあった時に警察官の人がね、精神病院にすぐ連れて行くっていうのは、それがものすごく大問題であって、もう入院してる先でね、例えば将来税理士を目指して勉強してる子とか、将来東大を目指して、まあ、その子は1浪か2浪してたんですけども、まあ、兵庫県の神戸市の兵庫高校っていう高校だから、それなりに知名度も高い高校なんですけども、ただね、テレビのニュースは過剰放送しすぎで、東京都にある大学だから東大ぐらいで考えておいてもらっていいんです。京都にあるから京大なんです。そこの各都道府県で、まあまあ、学歴がある程度あるということで通ってるっていうぐらいの感覚ぐらいでいいんですよね。本当は、あんまり大学は必要ない。これが結論なんですよ。他の YouTube で僕が言ってるところを聞いていただいたらわかると思うんですけども、ほとんど税金使われてますから、社会に出た時に公務員の方とかでも窓口でね、その公職員証をお持ちの方たち、今、人材派遣会社の人とかが、公務員がしていた仕事をしたりしてるんですよ。びっくりしました。人材派遣会社みたいに変わってましたから。神戸市北区の北新ビルの4階の、事務所のところが、公職員証を持ってる人がいないっていう形で。ああ、もうこれは世の中ダメかなっていう状況ですね。公職員証をお持ちの方でも、そこまで全般的に詳しくない。片や裁判の方では物事は進まなかった、棄却されたと高等裁判所で即時抗告をして、ちょっとね、もう正直打つ手なしなんですよね。で、今年12月28日に皇居の方に訪ねてみようと思うんですけども、まあ、どこまで対応していただけるのか。天皇陛下なら岸田さんに会わせることができると思うんですよ。日本国憲法で天皇陛下は国政に関わることができなくなってますので、まあ、一応皇室会議とか皇室経済会議があるんですけども、国政に関しては総理の管轄なんですよね、各大臣と。だからその電波によって、まあ、悠仁さんも上司にその電波の方法で多分会いに来たと思うんですよ、僕が上司に買い物行った時。で、まあ、横にいた老人がいろいろ言ってきたから、こちらもね、今までの結婚話、もうむちゃくちゃじゃないですか。みんな名前と住所、電話番号教えてくれなくて、テレビ出て稼げてるように見えるでしょう。で、テレビがまた、藤原紀香さんの時、インターネット記事でしたっけ、5億何千万だとか、個人でその収入を得てないじゃないですか。事務所の売り上げだったのか、どっからどこまでの売り上げのことを言ってるのか、綾香っていう歌手、あの子も子供の頃、フルーツアーパーク1998年ぐらいに来てる方なんですけども、その後、2002年、サンパレスロッコー、金持ちも来てたと思うんですけども、あの時もね、一般のテレビの全国放送の報道が、まるで個人の収入かのように何億という売り上げがっていうアルバムがっていうね、それ見て錯覚する人は錯覚するでしょう。プロ野球のその年俸っていうわけのわかんない数字、本当はスタジアム、だいぶ国民の税金もともと使ってますし、固定資産税とかあるから、優勝してる1球団だけを見ていても、まあ、年間200億円超えの売り上げがあるじゃないですか。だけども、例えば東京ドームだったら848億円か868億円、土地代と建物代込みで。で、電気代だけで億、やっぱり超えてるみたいですね。一応、それは原監督の方が返答してくれてますね。大体それぐらいって。テレビの、まあ、テルさんとかだったら、まあ、皆さんだったらわかると思うんですけど、他の人たちもやっぱり、僕もね、このシステムよくわかんないんですよ。神戸市立ホテルフルーツラパーク、1997年、8年、まあ、皇室の方たちとお会いして、その当時の大臣の方たちとかとお会いして、いろんなとこ行っても、まあ、そういう方たちと、そういう方たちが訪ねに来る。で、その後、総理になられてる方続出、各大臣になられてる方続出という形で、なのに、誰とも正式な、連絡先がないと。だからね、何か僕の方からできそうで、
できないんですよ。まあ今日嬉しかったのは、その、まあ昔僕、やっぱりバンド系の人たちが好きだったから、曲とか歌詞とか見たときね、ちょっとジャニーの皆さん、まあ、たまに僕、叱ってる動画あるんですけども、その特に二十歳前後ぐらいで、そんな調子乗った歌詞、一般のお客様、ほとんどの人、年上なのに、そんな歌詞で歌ったらもう、売れるわけないでしょっていう、もう。しかも髪の毛染めてるでしょ。まあそれ言い始めたその当時のバンドマンの皆さんみんな髪の毛染めてる。どないしようっていう。まあちょっとね、こういう話し方も間違えたと思うね。もうスポーツの勝ち負け、もうどこと何と関わってるやらでも、一応21時15分、これタイミング見てもらってるんですよ。大体これぐらいの時間帯、野球終わってますから。もう、自由に喋れる時間もない。もう、昔の時のストレス、ほんとひどかったですから、道ではいろんな人間が絡んでくる。結構まだ自分の件聞きつけて。で、中にはその金額とかを本気で間違えてる人間とか、現実見えてない人たちね。で、片や僕は久しさんに交渉決裂だ。上司めっちゃ、ほんとごめんなさい。謝りますから、その僕からのホームページ、あれお金払っていて、グレーの皆さんのその曲にアクセスできるようにもしようとしてるんですけど、あなたのホームページからアクセスできませんってなってるから、あーって。まあ、バンプオブチキンさんの場合は一部の曲はアクセスできるんですけども、それはもう僕から言っちゃった方なんですよ。どうしよう、曲、的絞っておいた方がいいと、クオリティ高い曲とかだけを、こう、選んで聴いてもらった方がっていう、初めて聴いたときに、例えばクオリティの低い曲を聴いたときに、そのバンドの代表曲はこんなものなのかと思われてしまうから、こうね、やっぱりグレーの皆さんとかも50代とかじゃない、ないですか。僕も46歳ですし、で、今まで出てこられたバンドマンとかね、まあ、ソロデビューの方とかも含めて、ものすごい人の数がいるわけじゃないですか、日本国内だけで。で、たまに海外の良い曲とか、やっぱり、あるじゃないですか、テレビの放送とかでも、例えば、何ですかね、報道ステーションのスポーツコーナーで、ごめんなさい、また名前忘れた。実際こうですから、時間経過すると曲名とかバンド名とか忘れちゃいますから、まあ、そういう意味でもね、そもそも何の交渉もしなかったような気がするんですけど、まあ、タクオさんが昔2007年から8年、フルーツアパークのバーベキューコーナーに、訪ねに来てくれたのを覚えてるんですよ。で、もう不老者の来た人、入ってきたのかと思って、全然見たことない人さ、髪の毛伸ばしてる人でね、やっぱりテレビでね、グレイっていう知名度が通ってるから、みんな、こう、おーって曲とか知ってるから、グレイのタクローっていう肩書き分かってるから、みんな、おーってなるんであって、急に。髪の毛あんなに長い人が、もう全然何も、もう聞いてないから来るって、いきなりドアガシャって開けて来られたら、誰だーってこっちがもらって急に、事務所一人座ってた。今日あれしてこれして考えてたらガーって立って、誰だーっていう、それもう、窃盗犯とか来たのかとか思って、本当怖いからこっちが。まさかグレイの拓郎さんって、ああ、拓郎さんですかっていうことで、で、拓郎さんが説教をするかのように、こういうふうに会いに来てくれるのは珍しいんだから、とか言ってるんですけど、ちょっと、今回こっち先に連絡しといてもらうか、話し合うこととか何にも考えまとまらないから、本当に、ちょっとこっちの方の話も聞いてほしい。淡井圭介と結婚回しして、テレビ出た人もう30人超えて、大体最初有名人として売れた形で、例えば押し切りも海老原加藤夏希、まあもうモテる関係はもうこの3人ぐらいまでしたしも分からない。テレ
レビたくさん出てるからなんとか思い出せた方なんです。で、すぐ消えていくの人なんかもうわからないし、本当に。で、テレビ局も、報道ステーションの小木さんも、交通機動隊の警察官なんですよ。で、本当の話が聞きたい、知りたいで、アナウンサーに、警察官のままテレビ出てる可能性も十二分にあるんですよ。わかんないんですよ、もう全然。一応、公務員の人とかもテレビ出るケースあるでしょう。で、実際お金の周りとか全部見たときに、NHK 料金は完全に税金だっていうことで、国会議員の方たちが、もう15年以上前から認めてるし、多分もっと前から認めてると思うんですよ。普通に考えたらそうだし。で、じゃあどこからどこまで電波塔を立てて民間のテレビ局なんて結局税金への食らいつきみたいなところあるじゃないですか。で、テレビに向かって言う方法でスーパーコンピューター系も富岳も理化学研究所で神戸市でしょ、見に行ったらありました、ポートピアに、ポートアイランド理科学研究所、スーパーコンピューター系って。たまに思うんですよ。こんなにものすごいもの、自衛隊の基地の近くとかに置いとかなきゃならないんじゃないかなとか思うんですけども、さすがにそれ盗みに来る人間ありませんから。10トントラックなんだいいねんっていう話で。いやね、だから普通に久志さんが、iPhone 僕のことわかるとか、グレイの久しだよとか、そういうふうに言ってくれたら僕も対話できたんですけども、買い物行くまでにいろんな人間に絡まれて、もう怒らされてるから、もうこっち怒ってる状態だから、もうだからもうね、本当にもう、誰か手伝ってくださいみたいな形、本当にどっかで誰かと、本当にもう男性でも女性でも本当にもう誰でもいいから、どっかと誰かその人脈で何かでつながらなかったら、なんか僕の支援先生行かないのにな、もうなぜ誰も協力してくれないんだろうで疑問のままで止まってるんですよ。で、法務大臣だった河合さん、男性のやっぱり起訴されたりあったでしょう。で、あの人ももともと僕と会ってるはずなんですよ。で、河合安里さんは、起訴される数年前の2015年ぐらいに、僕は家のドアを開けたとき、向こうがインターホン鳴らしたわけじゃなかったと思うんですよ。ちょうど廊下歩いていて、で、僕と目の前で、多分だから自動で僕は外に出されてるような状態。だから電波でも操れるし、それはよくわからないんですけども。その人も国会議員なんですよ。その河合法務大臣のお嫁さんが国会議員の方で、河合安里さんで、国会議員の河合安里ですけどもって言ってきてくれたのは良かったんですよ。で、こちらはその、いろんな人とテレビに向かって言う方法で相談していて、やっぱり結婚が先だと、その所得税の控除で家建てるでしょう。だから、まあ、それが今からもう7、8年ぐらい前の話なんですけども、まあ、諦めたらそこでしまいですし、で、河合安里さんは、いや、仕事の件で来たんですけどもっていうことだったんですよ。いや、こちらは結婚の件だと聞いてますけども、で、話噛み合わなかった。だからもう、その短い話だけで終わってるから、その選挙に出すつもりだったのか、何だったのかわからない。で、その後、その河合法務大臣と河合安里さんの荒探しをされて起訴されているような状態なんですね。で、つい、まあ1ヶ月ぐらい前かな、買い物行くときに夕方ぐらいか昼過ぎぐらい、公園にその元法務大臣の河合さんらしき人物、うつむいてるか分かんないんですけど、多分この人河合さんなんじゃないかっていう人が大急ぎでこう弁当を食べてるんですよね。お腹を用途すかしていたのか。だから上の方の世界って、そんなに生優しい世界じゃないから、結構僕ね、今までここ数年間で一人で家で泣いてたことってたくさんありますし、まあ、普通に、まあ、何の力になれるかどうかわからんけども、話ぐらいは聞くよぐらいで電話かけていただけたら助かります。その
一応テルさんは絶対終えてれると思うんですよ。でやっぱりボーカルの人、ボーカルの人がやっぱり、いやカムカメラワーク一番映ってるから、カムカメラワークっていう、カメラ仕事、日本語に訳すとワーク仕事、まあ、テレビのその映ってる時間数日本語で正しく言うとこういう言い方、その方が分かりやすいっていう形になるじゃないですか。あんまり横文字混ぜたらもうみんな意味分からなくなるから、ごめんなさいね、本当に皆さんこんな話で、なんかいえいえという声が聞こえてきてるんですけど、まあ、タップっていうか本当は笑ってるんだと思いますよ。笑い話はね、あのワンピースについてっていうのは74番ホームページ淡い系ですけど、それ見たらもう絶対もう笑うと思いますよ。もしかしてもうお腹抱えて転げ回ると思います。だからまたワンピース見てなかったらわからない、それはワンピースを見といてもらってまあわかる話ですから、まあ、まあいろんな漫画結局もう1998年ぐらいからいろいろ関わってるんですよ。本当はベルセルクとか話えげつないに、もうこれタイミングによったら僕は関わってから話がえげつくなったんじゃないの、あれ1998年で何年ぐらいみたいな、後輩の者たちが淡井さんこういう漫画もなんとか本当はいろいろ探して、あれも話題話になるから、ベヘリとベルセルクの中に出てくるあの卵のあの変な顔、あれもともとなんか教科書の中で見たことありません？美術館とかでその顔の位置がごちゃごちゃになって、なんかこうね、こう、もう顔が左右不対称になったりする現象、実際あるじゃないですか、世の中で。それを極端に。あのベヘリットっていう用語、それね、別の国で、中東の方の国、またこれがね、ちょっと触れにくい、その湾岸戦争とかのあの辺りの国の名前で、ベヘリットとはっていう検索した、あるかな、ちょっと探してきましょうか。コンピューターの声ではありませんので、ご安心を。ここはね、ちょっとね、数十秒かかりますけども、証拠の写真がものすごい数あるから、もう一応記録しとこうと思って記録してるんですけど、ね、いろんな真面目な内議の中でどこかであったんですけどね、消しちゃったかな。ごめんなさいね、今さ、ベヘリットとかで調べたら出てくると思うんですけどね、いやもう消しちゃったかな、なくなったかな。ベルセルクのその、まあ、皆さん調べてください。ごめんなさい、こんな話。まあその、まあ皆さんの方でそのチャンネル登録とか、皆さんに進めていただいたりとか、まあ、動画の再生回数、登録者が増えたりしたら、自分で生ライブができますので、質問、質疑応答、それでまあ皆さんとお話ししたいなと思っています。安倍さんもね、元総理の安倍さん、2021年だったと思うんですけども、もしかしたら2022年から、2021年だったと思いますね。12月2日。そこの春山整骨院の横にシーマという車種の車を止めて、僕は夜18時半かな、過ぎぐらいかな、買い物室に出た時にそこからガチャってドア開いて出てきて、安倍さんが来てくれたんですけども、分からなかったんですよ本当に。安倍さんの顔がまあその結構こうくしゃくしゃになってる顔で、もしかしたら駐停車違反の方かもしれないですよ。5分間ですか、道路交通法で。で、安倍さんの方から僕に声もかけれなかったし、僕は安倍晋三さんの身長が
頭の中入ってなかったんですよ。180センチ以上あってかなり大柄な人なんですよ。だから最初くだから僕目の視力があんまり良くないから、あの背高いでしょ、でなんかこっち来てるってこ怖っと思って、ちょっと前開けようと思ってこう離れるような動きを僕はこうしながら歩いて買い物行ってる、行っていて、あ正直ね、あの2メートルぐらいまで迫らなかったら顔暗いところって夜ってはっきり顔わからないでしょ。ある程度離れていたら誰かに似てるは結構ありますから、僕の場合ね、いろんな人が対象者として多すぎますから、テレビ出た人の数無理やな。あ、まあいけですけど、結婚話してからテレビ出た人、そういう気があるように見せかけて、そのままいろんな職場とかに現れてるんですけども、20人以上いて、もうほとんどみんないないでしょう。その時点でもう、下手したらもう全員、テレビにレギュラーとしてもういなくなってるのかな。それから YouTube とかではっきり言えるようになってるでしょう。電波で僕もそのかなりコントロールされているのか、政府、だから裁判所の棄却された時に地方裁判所で最初即時抗告するまで、電波で上夏みの子供の頃の声でアナウンサーのね、あの池上彰のニュースそうだったからに出てるアナウンサー、一応あのスポーツのアナウンサーと気象関係のアナウンサーと政治のアナウンサーを一応3つこなしてるんですよね。だからそれだったらある程度淡井圭介の話に、理解力を持てるかなというところで、うわ、夏美の子供の頃の声でずっと、おーい、おーい、おーいって電波でこれ、と聞かせてくるんですよ。寝れない、本当に。もう今はそういう現象ないんですけど、大阪の高等裁判所で今日棄却された書類が届いたんですけども、だけどまあそういうふうな現象は見受けられないです。まあその辺のところはね、まあちょっと助かってるんですけども、なんか精神病院の件とか、僕のことを信じてもらって、ね、あの、それが事実だから、それが本当の話だから、これ社会回らないですね。その精神病院の件とか警察官の動きも正常化しなかったら。もともと出生率 2%、あの世界の出生率っていう検索ワードを入れてもらったら、あの世界各国の出生率が出てくるんですけども、もともと 2% で人口横ばいだと思ってください。まあ、以前の動画で説明したかもしれませんけども、半分の人しかもともと結婚出産までたどり着けてないんですよ。で、日本今 1.27、最新のデータで。で、もっと最新はもっと低いかもしれない。この2023年のデータは。ちょっとね、いろんな部分で参ってるんで、その、てるさんもね、あの、お子さんいらっしゃるじゃないですか。その、自分の子供が大きくなった時に、エネルギーの輸入が止まってね、あの、スーパーマーケットに食料が並ばなくなって、食料の奪い合いをしたところで、3日間命は生きながらえるかどうかの世界なんですよ。まあ、それも目の前までだいぶ迫ってきてるんで、早く自然再生可能域の僕の提案する内容を進めなければならないのと、まあそれは世界中で、ね、それと同時に節約もしなきゃならないっていうことなんですよ。だからもう僕、8月なんかもう全部シャワー、水で体、頭と体洗ってます。もう涼しくなってちょうどいいぐらいですよ。7月も途中からそうしたんですけどね。9月も今のところそうです。もう水だけ、もうお風呂なんか高ない、もうガス、160リットルも湯沸かしてたらもうお話にならない。もうだからもうみんなシャワーで頑張ろうっていう話。で、春秋ぐらいはお湯のシャワー。で、冬場は脱衣所を、まあ電気ストーブで温めたりとかで。それでシャワーで済ませれるから、お湯なんか張らなくても。上手に対応方法を知ってたら別にどうということないんですよ。そういう意味でも、だからテブさんも自分の子供を助けるために、まあ僕に電話かけてもらって、まあまあ、まあ僕たちにできることといったらこれぐらいだけどもとか、そういう話でもいいですし、それちょっとはね、僕もあの気持ち和らぎますから、もうずっと僕友達ともほぼほぼ会ってないんですよ。友達、中学生の同級生で、まあ小学
学生の頃と、あと幼稚園かな、一緒だった子が、まあ、神戸市兵庫区の坪八、タコ八っていう、飲食店、まあ、小さな飲食店なんですけども、まあ、家業を継いで、まあ、定食屋さんをしていて、まあ、食べに行って会えるじゃないですか。それで、まあ、再会した方で、もう個人情報保護法と阪神・淡路大震災でもめちゃくちゃですね。行方がみんな分からなくなりますから。だからこれ他の都道府県、熊本大地震とか東日本大震災とかでも同じような状況になってると思いますよ。電話番号が分からなくなったりしたら。携帯番号とかも、一回僕壊れたことがあるんですよ。その、海の家の仕事を行った時に、ポケットの中に携帯電話入りっぱなしにしてたの忘れていて、海に突入せざるを得ない状況があって、携帯電話それで一回壊れて、で、電話番号一回変わってるんですよ。で、電話番号が変わったら、今までの電話番号だったら電話かけた友達も出てくれてたけども、知らない電話番号でかかってきたらみんな電話なかなか出ないでしょ。だそれがあるから、もう音信不通になってしまうんですよ。僕は自分のホームページ、淡井圭介の履歴の目次のところに自分の電話番号を掲載しています。09038495237です。だけども誰も、着信履歴とかで、電話番号がたまにある番号で、なんか無言電話みたいなのとかあるんですよ。どこの誰かの名前に電話とかね、男性で。それも数年に1回ぐらいですよ。どういう意図があって電話をかけてきてるのか知りませんけども。まあだから精神的になかなか参ってますね、今日も棄却なんか。まあただそのタイミングでインターネット記事で、テルさんのその髪の毛染めてないバージョンのインターネット記事、だからその辺のところも AI がコントロールしてるんですけども。これだったら人間主導の社会なのか AI 主導の社会なのかも分かんないでしょう。まあ、喋れるだけでも何かね気持ち和らいだりとかしますからね、僕としては。まあ電話かけていただけたらなと思います。昔もしかしたら電話かけてくれた方かもしれませんけども、テルさんも急にグレイのテルですけどもって言ってほしいんです。それテルですけどもって言われた、わからない。いやそれでこの人電話のこと言ってるのかなって。ごめんなさい、今自分で自分の言葉にノックアウトしてるか。テルさんのことからかってるんじゃないですよ。いや本当に大真面目に僕もそうなっちゃう時あるんですって、本当にいたずら電話かなって思っちゃうから、本当にもう子供の頃にもしもし電話っていうのをかけてこられたことがあって、大人の人の声でずっともし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 ってずっと延々と言ってくるんですよ。変な電話でしょ。だいたいもしもしって模擬試験とかのもしのことだから勉強に分かってるって、本当にみんなの税金使って本当は大学行かないで自主勉強して頑張るのが勉強ですよっていうのが本当の社会で、もうこの辺にも塾いっぱい作ってあって、もう5つ以上作っては倒産して作っては倒産してって、はあ、最後こんな話でごめんなさい、本当に。まあ連絡いただけたらなと思います。グレーのテルさん、髪の毛を染めないで黒く髪で生きていかれる道を選んでいただいてありがとうございます。そういったね、真面目に生きていく髪の毛の色、姿勢で分かると。あと言動で。他の音楽業界のバンドマンの皆さんも、ヨシキさんも、ハイドさんも、まだ画像髪の毛染めてる。うわ僕が言い出した方、もうみやびっていう子が一人で頑張ってるけど、もうどうせ無理でしょって思っちゃう。ラルクマンチェット、ルナシェット、Xカラットリット、ついてあげる。
その世代のファンの人たち。とりあえず注目して曲は最初は聴いてくれ。それである程度なんとかなるよ。テレビにも出れるから。そのみやびっていう子。ごめんなさいね、みやびさん。もう多分年齢30歳超えてると思うんですよ。だから、あんまりにも年齢離れてると思うんですね。実年齢違う方。僕もいちいち一人一人の年齢調べてないから、僕と同い年ぐらいだったらごめんなさい。本当にすいません。もう、みやびっていう子って言ってしまうんですよ。もうだからもう、みやびっていう人を知らない若い二十歳ぐらいとか10代の人が聞いたら、この人、みやびっていう人を、男性か女性か分からないっていう話になるんですよ。もう自分たちの時はやっぱりそうだったじゃないですか。20歳以上も離れた音楽業界の人たちのこと知らなかったでしょ、みんな。みんな絶対そうだから。ごめんなさい、皆さん、話通していただいて、チャンネル登録と、まあ、できれば、着信履歴と、動画の再生回数、本当のところいくら入ってくるのか、ちゃんと僕のホームページで公開したいんですよ。僕もいくら入ってくるのか知らないから、あとパートナーシップとかどういうものなのか、僕もよくわからないんで、で、動画も消されるとか、消されると、あと、まあ内閣の方で動画をストップのところのケースもあると、だから、動画ね、アップロードした内容そのものが消えてる時あるんですよ。存在そのものが。内閣は止めましたじゃなくて。そういうケースもあるんで、多分それがね、人間が仕分けしてるのか、コンピューターが仕分けしてるのか分かんないんですよ。もうその時点で今夜なんか無理あるでしょ、まあ。皆さんご協力のほどよろしくお願いします。まあ、ラルク・アシェルのドラムのひろゆきっていう子は僕と同級生の東山小学校だった、現在名称、夢の小学校。の同級生の大倉博之だと思うんですけども、電話かけてほしい。友達もあんなには一緒に遊んだのに仲良くなったのに売れたら売れたで電話くれないってどういうことみたいな正直それあるっていう。いつの間にかディルファン・グレイの方に混ぜ込まれてるかな。大丈夫かな。もともとラルク・アンシェルの時もう皆さんの方が年上ですし、他の元々のメンバーの人たちはちゃんと自分の意見とか言えるっていう。まあアイドさんとかだったら多分僕のこととか一応聞いてはくれる。まあ受け入れるかどうかはそこからそこは先はまあバンドの方針とかあるでしょうから。まあ皆さんの方からご協力のほどよろしくお願いします。あと、まあ、僕の、ホームページからアクセスできるようにしていただきたいと。まあ、そういうわけでございます。皆さん、ご協力のほどよろしくお願いいたします。以上です。